はい、早速上げていきましょう。よっこいしょと上げましたね。やっぱりね、結構ケトルは食うね。600ワットで1分ぐらいやってみましょうか。皆さん、撮ってますか？どうもこんにちは、軽トラケンパー幹事です。本日の動画はこちら、自宅ガレージからお送りいたします。こちら荷箱の電源のお話でございます。なんとレノジージャパンさんからまたご提供いただきまして、今回はすごいですよ。ポータブル電源でございます。そうやった、嬉しい。サブバッテリーシステムを組んだのに、なんでポータブル電源の紹介をするのというふうな声が聞こえてくるような来ないような気がしますが、やっぱりね、このポータブル電源、まあバッテリーというものがかなり進化してきていて、ポータブル電源の性能も最近ものすごい勢いで上がってるじゃないですか。もうね、500ワット、600ワットの出力を持っているポータブル電源が数万円で買える時代ですからね。僕がこう荷箱で使っているエアコンとか、そういったね、ちょっと大きめの電力が必要な家電製品もね、ポータブル電源で動いてしまう時代なわけです。サブバッテリーシステムとポータブル電源ってやっぱり設置の手軽さが全然違うんですよ。サブバッテリーはもう一個一個単品で買い揃えていって、それをつないでブレーカーを仕込んだりとか、ヒューズを仕込んだりとかして、場合によっては電気工事士の資格がないとできないようなね、工事もありますので、専門的なプロショップでね、行うような、そういったね、電源システムがサブバッテリーになるとは思うんですけども、ポータブル電源は違います。もう本当に電源の箱をね、ポンと設置するだけで 100V の電源も取れるし、 USB 電源も取れるし、まあ、充電もできるし、走行充電も入れられるし、ソーラーパネルだって挿すだけでいけちゃいますからね。ポータブル電源っていうのはこのバッテリーの中に搭載されているので、設置、運用が楽ちんになります。で、まあ、今回紹介するレノジージャパンさんから提供いただきましたポータブル電源、こちらがですね、もう最近、まあ、主流となりつつあるリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載していて、充電サイクル3000回以上という超高寿命のね、バッテリーになっております。そしてね、出力は AC 電源で 1500W、サージ出力が 3000W と、通常の家電だったら普通に動く AC 出力を持っています。で、さらに USB 電源も USB Type A が3口と、Type C が2口あってね、あとシガーソケットの電源もついてますので、まあ、ほぼほぼの電化製品、まあ、電気系統には使えるようになっております。AC 電源と AC 電源合わせて 2100W まで同時出力が可能ということで、かなりね、いろんな家電を同時に動かすことができるので、非常に使い勝手が良くなるんじゃないかなと思っております。今回ね、ポータブル電源荷箱にインストールして使用感を試してみたいなと思っております。じゃあまずはね、このレノジーさんのポータブル電源見ていきましょう。どうぞ。はい、今日はね、ちょっと自宅からなんでアングルが狭くて申し訳ないんですけれども、ただいま軽トラックの後ろ側からの撮影になっております。ここにね、ウィンドウエアコンがついていて、その脇からこう入り込む形になります。よっこいしょと。はい、室内に入ってきて、今ベッドに腰掛けているところなんですけれども、ポータブル電源どこに設置してあるのかっていうのを見ていきましょう。今回ね、僕が設置したのはこちらでございます。ちょうどね、助手席の後ろ側になります。ここにポータブル電源を設置しております。やはりね、それなりの出力のあるポータブル電源なんで、まあまあサイズ感としてはでかいです。後ほどね、あのサイズとかのね、詳細なスペックのね、説明はしようと思ってるんですけれども、見た感じね、どうですかね、大きさの感じ伝わるでしょうか。このね、横にあるのがですね、 Amazon Fire 10 Plus っていうやつなんですけどね、10インチのタブレットなんですけど、まあ、それと比べるとこんな感じ。はい、そしてその下にね、電子レンジが置いてあるんですけども、電子レンジとのサイズ感もこんな感じ。普段ね、荷箱泊するときはここら辺でね、ご飯食べたり、まあ、パソコンやったりとかするんですけども、右手で操作が可能な感じなところに設置してあるので、まあ、ここにね、 AC 電源フロント面に全部出てますので、ここにね、追加で挿したりとかで、 USB 周りはここにありますので、意外とね、使い勝手がいいかなと思っております。ここにね、ディスプレイがあるので、
見やすくていいかなと思っております。この軽トラ荷箱にはどんな電気設備がついてるのかというのをね、ざっと紹介したいと思います。でまずはこちら LED 照明ですね。ダクトレールに2個ついております。そして天井の縁を回すように LED のテープライトが設置してあります。左側面パネルのところに4個、まあちょっと見にくいですけど、あっちまでね、4連灯のスポットライトをねつけています。手元をねバチッと明るく綺麗に照らしてくれるんでね、すごく便利です。でこの荷箱の照明類は以上になります。続きまして空調系、はい、空調はもうこれ1本ですね。ウィンドエアコンですね、こちらはもう冷房タイプなので暖房機能はついてないんですけども、冷房だけ使えるようになってます。はい、その他ね、家電製品としてはこちらですね、電気ケトルですね。はい、こんな感じで、やっぱりね車中泊するところで火を使えない場合っていうのがありますので、まあ軽くねお湯沸かしたいなとか、お茶飲みたいな、コーヒー飲みたいなという時にはね、この電気ケトルは非常に便利に使えますので、まあ、一つね置いてあります。はい、以上が軽トラ荷箱の電気設備となっております。それではレノジーのポータブル電源1000で家電を動かしてみたいと思います。消費電力の最も高いのは多分こちらだと思います、電子レンジ。その次がこちら電気ケトル、まあ一番この中では消費電力が低いのはこのウィンドエアコンとなってると思います。定格出力が 550W で、こちらが 900W で、電子レンジも 900W となっております。どっから行こうか。じゃあまずはエアコンを動かしてみましょうか。でエアコンの電気はですね、今あの奥の方にね光ってるのがあると思うんですけど、あそこから電気取ってます。上に伸びてるやつがずっとここを入ってって、スルッと来てこれですね、ここに入っております。で今ここから電気取ってるのがクーラーと、あとこちらのね照明たちがこちらの延長ケーブルから電気を取ってるようなものになっております。クーラー動かしてみましょう。電源オン。はい、で今送風になってるから冷房にしたいと思います。はい、入りましたね、ウィーンと。あ、風出てきました。でポータブル電源の方を見てみると、アウトプットって書いてあるここですね、出力今 388W 出力になってますね。これねだんだんコンプレッサー温まってくると出力が上がっていって、まあ、550W が最大値かな、そのぐらいになるかと思います。 400W 超えてきましたね。冷房入ったのですげー涼しいです。はい、エアコンはバッチリ動きましたね。じゃあ次ケトル行ってみますか。はい、電気ケトルねちょっとこっちに持ってきて、コードをそのまま直差ししました。どのくらいでやろうか、まあ、そんなにお湯沸かしても使うあてがないんで、ね、このくらいでいいか。まあ、ケトルの半分ぐらいかな、まあ、3分の1ぐらいか、そのぐらい今お湯入れ、あ、水入れましたんで、これでケトルオンしてみたいと思います。ここにスイッチあるんでね、入れます。カチャッとね、ランプつきましたね。はい、アウトプット817、 800W 以上になってますね。やっぱりね結構ケトルは食うね。お湯が沸くのをちょっと待ってみましょう。はい、ちょっと音がしてまいりました。もう少しで沸くかなと思います。湯気出てきた、沸きましたね。バッチリじゃないですか、ほらバッチリお湯になりました。 OK、 いいね、完璧。電気ケトルって、まあ、今見ていただいたように 800W 以上、まあ、これ定格出力 900W の電力が必要になってくるんですけども、電気ケトルによってはですね 1000W とか 1200W とかっていうもっと大きな消費電力のものもありまして、こういうね車中泊とかキャンプとかポータブル電源とかを使ってお湯を沸かすケトルを選ぶんであれば 1200W とかだとねバッテリー側にすごい負担がかかるので、まあ、900W のケトルがちょうどいいんじゃないかなと僕は思っております。あ、 900W でもそんなに遅いとかそういうね不満は出てこないかなとは思うんで、そのケトルの出力何ワット出力なのかというのはちょっと気にしながら購入されるといいと思います。
はい、続きまして電子レンジいきたいと思います。車の中で使う家電としてはね、この3種類が最も電力をね消費する家電かなと思います。キャンプに行くではなくて車中泊をしながら目的地に向かうというようなねスタイルでやっていくとなるとね、やっぱりね電子レンジは強い味方となることでしょうね。コンビニのお弁当を買ってチンして食べられるとかね、やっぱそのくらいのお手軽さが必要な時っていうのは結構な頻度で訪れるんじゃないかなと思っております。そして今回ちょっとね試しでやってみようかなと思ってるのがこちらじゃがいもを下に引いて上にチーズをバラバラっとかけただけのなんかガレットっぽいやつができるんじゃないかなというので、ちょっと今サクッと作りましたので、これを温めていきたいと思います。この電子レンジ単機能電子レンジなんで、まあオーブン機能とかついてないんですけれども、ただね温度センサーがついてるタイプなので温め設定がねオートっていうのがあるんですね。あ、自動モードっていうのがねこういろいろねあってね、ご飯、飲み物、おかず、冷凍とかねこういうのがあったりとか、手動モードにすると 600W、500W、200W と、こんな感じで、高周波出力をねこんな感じで選んで、であと何分温めるとかっていうのがダイヤルでやって、真ん中のボタンでスタートというふうになりますね。でこれね温度センサーがついてるので、この温めようとしてる食材が何度ぐらいになってるかっていうのをね、見極めてちょうどいいところで止めてくれるっていう機能もついてるので、ただ単に温めを押すだけでも勝手にやってくれます。便利。はい、ということで電子レンジ動き始めました。いかがでしょう。700、800W、 813、14、15、17、上がってってますね。もうちょっとだよな、やっぱねもうちょっとですね。ちょっと手動モードといってみようか。こうやって 600W って出力があったり 500W ってなってたりするじゃないですか。これ別に 200W だからといって消費電力が下がるわけじゃなくて、温める時のモードの何 W っていうのは消費電力とは全然関係ないということは覚えておいた方がいいかなと思います。 600W で1分ぐらいやってみましょうか。お、いい感じの音がしてますよ。熱いか、熱い、あ、熱い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 時はここにね、こうやってね、すぐ出せるようにね、よいしょ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 、はい、切ったと。はい、出来上がりました。もうじゃがいもと、じゃがいもにチーズぶっかけただけの簡単ガレット大丈夫そうだな。スッと通りました。おおおお、うまそう。いただいてみます。いただきます。うん、あ、ちょうどいい。うまい、うまい。うん、ああ、うまい。はい、というわけでいかがだったでしょうか。レノジーのポータブル電源1000紹介動画を撮ってまいりました。参考になりましたでしょうか。バッテリー容量としてはね、まあ商品名になってる1000ということなんで、約ね 1000Wh のバッテリーを搭載しておりますので、そこそこね大きなバッテリーを積んでいます。同じ機種を2つ並べて、その間をね専用のケーブルで結ぶと2台をね接続して、使用することもできるようです。概要欄に貼ってありますので調べてみていただければなと思います。充電ポートも充実していて、ソーラーパネルとか、あとねシガソケットからの充電もねこっからできます。シガソケットとつなげば走行充電みたいなことができるし、ソーラーパネルをお持ちの方だったらソーラーパネルつないであげればソーラー充電も簡単にできちゃうと。で家庭用の電源からも充電できて、かなりのスピードで充電しますので非常にお手軽でいいと思います。でここ一番右側のこれが同じポータブル電源をね、接続してバッテリーをね拡張できる、そういった時に使うね、ケーブルのポートになっております。というわけでね、この電源さえあればどこにいてもいつでも、
自分だけの快適空間を作り出すことができます。キャンプやバンライフ、キャンピングカー、そういったところのね、電源設備になっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけでレノジーのポータブル電源開封していきたいと思います。まずパッケージをご覧ください。でかいですね、こちらね、正面こんな感じで、裏面がこうなっていると。はい、早速開けていきましょう。まずね、アクセサリーが入ってるボックスが出てきました。そしてはい、本体出てまいりました。すでにね、軽トラで使っておりました。もう使用感が出てきてるかなと思うんですけれども、これが本体でございます。それでは詳細見ていきましょう。まずね、説明しておきますと、こちらについている出っ張りを2つね、出っ張ってるのあると思うんですけど、これ、まあ、レノジーさんの製品とは全く関係ないものがくっついております。スイッチボットっていうね、スイッチ部分をアームで押してくれるっていう製品です。あの Amazon Alexa とかとね連動して、リモートでボタンを押せるっていう機械になってます。でこれちょっと両面で貼り付けちゃったので今ちょっと取れなくてあれなんですけども、まあ元々は付いてないものですのでちょっと無視してください。ちょっとそこだけね、ご了承ください。じゃあまずね、外観見ていきましょう。はい、それでは本体の詳細見ていきましょう。まずね、サイズなんですけれども、横幅が 464mm、 奥行きが 274mm、 高さが 294mm となっております。重さは 18.6kg です。最大出力はなんと 2100W。 これだけの出力が出せるポータブル電源で、重さ 18.6kg っていうのはね、スペックを考えると軽い方かなと思うんですが、まあ持ってみればね、18.6kg なかなか重たいです。両手でしっかりね持ち運ばないとちょっと辛いかなという重さではあります。こちらのねポータブル電源、すごいところなんですけれども、バッテリーっていうのはね、あんまり温度変化に強くないんですけれども、このポータブル電源はですね、対応温度の範囲が優れておりまして、充電は0°C から40°C、放電は−20°C から40°C で最適に動作するというふうになっております。−20°C でも使えるということなので、冬のキャンプの時でも出力低下、出力不足、まあ、バッテリーが急に減るとか、そういったね問題は起きにくくなっております。またね、夏のキャンプとかでね、炎天下または車中泊用で使おうかなっていう時になりますと、車内が暑くなって50度とかに室内がなったりすることもありますので、そういった時でもね、安定した電気の供給ができるっていうのは、これがね安心して使えるんじゃないかなと思っております。でここにね、表示パネルがついてるんですけれども、これ電源入れますと、はい、こんな感じで点灯いたします。で電源の入り切りは、まあ、軽くポッとポチッと押してあげると電源入りまして、切るときは3秒以上長押しになります。はい、でここに電源ボタンがあって、その横、これね、ここにライトがついてまして、これね、何パターンかの光り方があるみたいです。はい、こんな感じね、流れるような感じになったりね、まあ押すたんびに、光り方のパターンが変わるという感じです。まああんまり使わないかなと思うんですけども、まあ、LED ライトがついてると。はい、それでは各ポート見ていきましょう。左側にありますこちらですね、ここが USB ポートになっております。タイプ A が2つで、もう一つもタイプ A なんですけれども、こちらは急速充電対応のポートになってます。そしてその下がタイプ C が2つついております。でその隣ですね、こちら、これもポチッと押してあげると使えるようになって、はい、こういう感じでね、シガーソケットのプラグが入るようになっております。これがね 136W マックスということになっております。はい、そしてこちら AC100V 電源になっております。ポートはね6個ついております。それぞれねアースの棒が入るところもついてるので、そのままね、あの3つ口のやつもこう
挿すことができるようになってますね。はい、こちらがですね、定格電力が 1500W で、サージ電力が 3000W までというふうになっておりますので、家庭用のね、電気コンセントも大体のものが 1500W まで対応になっていると思いますので、こちらのね、電源も 1500W 使えるということですので、大概の電化製品は動くんじゃないかなと思います。はい、で今ね、すべてのポートをね、オンにしましたので、この左側に31って数字が入ってると思うんですけど、その下にオンになっているポートのアイコンが表示されてますね。でこれそれぞれ切るときはやはり3秒以上の長押しで、それぞれのポートが消えると、電源が切れるというふうになってます。はい、そしてこのディスプレイ部なんですけども、真ん中の99っていう表示ですね、これが今 99% 残ってますよということですね。で左側があと何時間持ちますっていうので、これも99ってなってるんですけど、これはもう今電気何も使ってないので表示の最大値が出てる感じですね。使ったりするとね、ここが、まあ、今の出力のまま使い続けるとあと何分ですよとか何時間ですよっていう表示になったりします。で右側の0が2つ上下に並んでるんですけども、上がインプットの電力で下がアウトプットの電力となります。なのでこの辺りで出力ポートを何か使うと、下の数字が今何ワット使ってますっていうところが出ますので、 AC 電源だったら1500ワットまでなんで目安になるかなと思います。なので、まあ、例えば電子レンジ使って1000ワット近く使ってたら、あと500ワットしか使えないとか、まあ、使う電気の量っていうのはね、6個口がついてて全部マックスで出るわけじゃないので、1500ワット以内で収める必要があると、まあ、そこがね、注意点かなと思います。はい、よっしゃ。はい、左側面になるんですけれども、ここをパパッと開けると入力ポート類がついてます。まず充電ポート、 AC インプットになっております。家庭用のコンセントから充電するときに使うポートで、こっちが DC インプットってなっておりまして、これはですね、シガーソケットからの走行充電だったり、ソーラーパネルからの充電だったり、もうこれ直接させるので AC と DC2 系統から充電することができます。そしてこのちょっと変わった形しているこの丸いポートですね、こちらのね、ポートを使って専用の接続ケーブルを使うとですね、このポータブル電源線を2つ並列でつなぐことができます。そうするとですね、全体の容量が 1996.8Wh で、 AC の出力が 2700W まで出せるようになるということなので、かなりね、大きな電源システムになるということになります。あの他社ではね、こういったポータブル電源プラス出力類がついてないような追加バッテリーみたいなのをつなぐと容量が倍になりますよとか、そういった仕組みのものはあるんですけれども、このレノジのポータブル電源は同じ機種を並列でつなぐということになりますので、まあ外せばまた別々に別体で使うこともできるし、つなげれば大出力になるというような使い方ができるので、使い勝手がね、広がるんじゃないかなと思います。さて、背面表、はい、背面に移りますと、これはレノジと書いてあって、まあ、この辺りはなんか説明がちょろちょろっと書いてある感じですね。そして右正面向かって右側面はもうここスリット状態になってて、高熱のためのスリットが開いてます。そして正面に戻ってきたということです。でちょっとカメラを振りまして、天面ですね、こちらが天面になります。フェニックス線って書いてありますね。でここに、しっかりとしたグリップが2つついてます。でここはね、平らになっているので何かね、置いとくこともできますね。まあ、ただね、ここに段差がないので、まあ、なんか乗せてってこっちから転が落ちるということはあるかもしれないですが、なんとなく何かは置けると。ちなみにね、 iPhone Pro Max なんですけども、これは置けないですね。こう横なら置けますね。まあ、こんな感じでちょっと置いとく分にはいいスペースかなと思います。はい、続きまして付属品、見ていきましょう。こういったね、別の箱で付属品が入っております。まあ、開けるとケーブル類ですね、入っています。
こちらが家庭用のコンセントから充電するときのケーブル、これがシガーソケットがついてますので、車のシガーソケットから電源を取って充電するときのケーブル、そしてこれがソーラーパネルと接続するときのケーブルになっております。この3本がね、あらかじめ付属してますので、外部電源からのチャージと走行充電、そしてソーラー充電、この3パターンで充電ができますよというような形になっております。はい、それから説明書ですね。こちら説明書なんですけども、英語で書かれてますので読めないと、ちょっと難しいかなと思うんですけれども、レノジージャパンさんのホームページ見ると日本語の取説が、PDF でダウンロードできるようになってますので、それをね、ダウンロードしていただければ問題ないかなと思います。それからなんかの冊子となんとかかんとかとレノジーのねステッカー入っておりました。はい、以上がね付属品になっております。はい、そしてね、この 100V の電源を家庭用のコンセントにつないだ状態で 100V のコンセントを使うとですね、無停電電源装置としても使えるということになってます。例えばこの AC 電源をですね、外部電源取り込んだ時のコンセントにつないでおいて、キャンピングカーの中の電気設備はこちらの AC 電源を使って供給するというふうにしておけば、まあ、普段はね、外部電源入ってない時はバッテリーから使って、外部電源取ると外部電源からの電気をここから供給できるというようになりますので、外部電源の時はこっちに挿して、ポータブル電源はこっち挿してって、こう差し替えをするっていうね、手間がなくていいかなと思います。サブバッテリーシステムとかで組むと高価なインバーターとか、また他にそういう回路を組んで、外部電源が入ってきた時は外部電源、外部電源が落ちた時は、バッテリーからとかね、そういう風に供給の回路を変更するっていうようなね仕組みを入れなきゃいけないんですけれども、このポータブル電源買ってしまえば標準で搭載されてますので非常に便利です。レノジージャパンさんから提供いただきましたこちらのポータブルバッテリー、レノジーポータブル電源1000という製品のレビュー動画となりました。参考になりましたでしょうか。最近のねポータブルバッテリーはね、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーというね最新のバッテリーを積んでいる機種がだいぶ多くなってきまして、ポータブル電源もね大容量高出力というようなものがねだいぶね値段も落ち着いてきたんじゃないかなと思っております。いろんなメーカーさんからポータブル電源出てますので、レノジーさんのポータブル電源1000もね購入の際の候補に上がってくるんじゃないかなと思いますので、この動画が参考になったら幸いです。この電源気になるよっていう方はね、概要欄の方にリンク貼ってありますので、そちらからチェックしてみてください。レノジーさんね時々、セールやってますのでね、お安く買える時に、思い切ってドンと買ってもいいんじゃないかなと思います。キャンピングカーのサブバッテリーシステムを組む時に多くのビルダーさんが採用しているくらい信頼性の高いメーカーさんになってますので、こちらのねポータブル電源も、車載用の BMS を積んでいたりとかね、温度変化に強いバッテリーシステムになっておりますので、車中泊で使うとかキャンプで使うとか、真夏も真冬も関係なくアウトドアに出かけて電源を使いたいというような方にはもってこいなんじゃないかなと思います。僕のね軽トラ荷箱の中でこちらのバッテリーでねかなりヘビーに使ってますので、そちらの動画もね合わせてご覧になっていただければなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしてまた次の動画も見に来てください。軽トラキャンパー幹事でした。またねー。はい、最後にお知らせをさせてください。こちら10月22日日曜日、広島県三次にあります道の駅夢ランド久野さんで、イベントを行いますので、ぜひ足を運んでください。軽トラキャンプについてのね質問とか、そういったことどしどし受け付けておりますので、ぜひ遊びに来てください。こちらのね詳細も概要欄の方に載せておきますので、チェックしていただければ嬉しいです。それではまた。